はいこんにちはパーカッションの高文です明けましておめでとうございます2021年もこの高文パーカッションチャンネルをよろしくお願いいたしますはいというわけでですねこの、えー、動画を撮影しているのが2021年の1月1日なんですけれども1年の計は元旦にありということで、えー、本日まあ、この動画ではですねこのチャンネルの2021年の方針抱負を語っていきたいと思います えー、パーカッションに興味がある方にとってはなかなか嬉しいお知らせができるのではないかなと思いますのでよろしければ最後までお付き合いください。はい、大きくトピック二つあります。まず一つ目がですね、2021年はこのチャンネルでは動画を毎日投稿いたします。毎日必ず新作動画をですね上げますという宣言でございます。おーなかなか大きく出ました。はい、そしてもう一つ目はですね、この YouTube のライブ配信を使ってパーカッションのワークショップ パーカーション講座みたいなものをですね、えー、やっていきますというお知らせです、えー、それぞれ具体的に解説していきますまず一つ目の毎日動画投稿についてですこのチャンネルでは今日からですね毎日夜の8時20時に新作動画をアップいたしますのでよければチェックしていただけると幸いです で僕がですねこのチャンネルで本格的に動画投稿を始めたのがちょうど2年前の1月1日からなんですけれどもそもそも何で僕がこういった投稿を始めたのかっていうところからちょっと話させていただきたいと思うんですけれども当時ですねそのネットで調べて検索した時にですねこういったパーカッションの情報っていうのがですね本当に少なかったんですねでちょっとこう調べたことがある方ならわかると思うんですけれども他の楽器例えばギターとかピアノとかドラムとかですねそういった楽器はもう 情報がたくさんあってですね、まあ、使える情報有益な情報も無料ですごい手に入る状態だったんですけどもことこういうパーカッションに関してはですねなかなか情報が少ないと。でなんでこんなにパーカッションの情報が少ないのかなと考えてみたんですけれども。 まあそもそもね楽器としてめちゃくちゃニッチであるっていうのはあると思うんですがそれ以外でもですねプロの演奏家まあ素晴らしいプレーをするパーカッショニストっていうのはたくさんいらっしゃるわけなんですけれどもそういった方たちでもこう意外とちゃんとこう言語化して詳しくロジカルに解説できる方っていうのは極めて少ないんじゃないかなと思ったりあとはこういったですね情報を YouTube とか ブログで発信しても、あまりにこうマニアックすぎて、あまり見られないと。全然再生数取れないと。それでこう発信してる側もですね、辛くてやめてしまう、挫折してしまうっていうのがあるかなと思います。で、もっとぶっちゃけた話、極論で言うとですね、こうしたこととしても全然お金にならないっていうか、儲からないっていうのがもしかしたら一番の原因かもしれません。僕個人としては、やっぱこのパーカッション演奏する人だったり、興味があるだけでもいいんですけども、認知する人がですね、もっともっともっと増えてほしいなと。 思ってておりましてその心は何かというとですね例えば一つの楽器に対してその楽器を演奏する人口が増えれば増えるほどその楽器について知ってる人が増えれば増えるほどその楽器の奏法ってどんどん新しくなるんですねアップデートされていくわけですで単純にその人口が多いとその演奏水準 演奏の技術だったりレベルっていうのが上がっていきますし今までそんな思いもよらなかったようなアイディアっていうかあそんな使い方するんだっていうような楽器の使い方をする可能性がですねそのやる人口が多ければ多いほど増えていく高まっていくわけなんですねであとはその楽器をやる人が多いと楽器のメーカーもその頑張って作るわけじゃないですかそんでその単純にこの楽器自体のクオリティっていうのがどんどん高くなっていくとでそういうこういい流れが 生まれやすすくなるわけですねで更にパーカッションの認知と理解度がですね上がれば上がるほどこれから生まれる新しい音楽の中にあこれだったらパーカッション入れてみようかとかですねなんかパーカッションでこう面白いの作ってみようかっていうような選択肢が増えるんじゃないかなと思うわけなんですね。で僕の超個人的な願望としてはですねもっとこういろんな音楽の中にパーカッション入ってたらいいのになって思ったりしてます。 でなんかこう普段ね音楽とか聞いててもあこれパーカッション入れた方がいいのになとかあこれもっとかっこよくできるよなっていうようなことをですね日々思ってるわけですね。で話を戻しますと、まあ、そもそもネット上にこのパーカッションの情報が極めて少ないよっていうお話だったんですけれどもこれはですね残念ながら2年前と現在ではほとんど変わってないんじゃないかと思いまして多少増えたかなどうかな誤差の範囲かなっていうような感じでございましてですねあれおかしいなと。 このままだとですね先ほど言った僕が、えー、期待するですねこういい流れっていうか僕が思う世界線にいつまでたっても行かないんじゃないかと思いましてだったらまあしょうがないやるかとやりますかとやらせていただきますというわけで、えー、僕がですねこのパーカッションに関する、えー、有益な情報有料な情報をですねもうバンバンこう YouTube を通じてネットの海に投げていこうとやるぜ2021年はという、まあ、そういう 覚悟をししたたっていうお話でした、はい、すいません長くてですっごい対極的な話をするとですね、まあ、こうした発信だったり活動の積み重ねがちりつもなんですけれども積もり積もってですねこのパーカッションに関する関わる文化をアップデートしていくんじゃないかなと思ったりしてます。でそのためにはねやっぱりかなり本気出してやらないと結果出ないなと思っております。 で例えばね、僕がこう生きている間にはそんなに変化なくても、例えばこれ、僕が死んでもこの動画って残るわけじゃないですか。で、この残った動画を見てね、たまたま、本当にたまたま何かのきっかけで、えー、子供だったり、まあ、若い子がパーカッションに目覚めてね、まあ、その子がすごい将来、立派な、素晴らしいパーカッションプレイヤーになって、なんかより良い音楽っていうか、面白い音楽を将来生み出していくみたいな、そういうことがあったら、まあなんか面白いんじゃないかなとか。 まあ妄想ししたりりておりますで今までは僕のその時の気分で動画撮って、出して、撮って、出してみたいにやってたんですけども、これ今後もうちょっとこうブラッシュアップをしていきますのでご安心ください。で今後どういうふうな動画を作ろうかなと思っているかというと、より初心者の方に向けた内容の動画を増やそうと思っています。これからパーカッションを始めたい。すごい興味があるんだけど、よくわからないと。習える人もいない。情報も少ないと。 いった方がこうアクセスしたときにですね、すごい参考になるような有料なコンテンツをですねたくさんこう作っていこうと思っておりますのでよろしくお願いします。よりですねこの初心者向けっていうかこう一般向けの間口を広げていこうと思いますのでまあもっと難しい内容を知りたい、より深く知りたい中級者、上級者の方はですね YouTube ではなくて僕の Instagram を見ていただければいいかなと思っております。 えー、インスタの方はですね、もう本当にもう世界水準というか、まあ、自分で言うんですけれども、もう世界レベルの内容のフレーズ研究とかをですね、毎日載せてますので、中級者、上級者の方はぜひそちらをチェックしてみてください。はいでトピックがもう一つありました。それがですね、YouTube ライブを使ったパーカッションのワークショップをやりますっていうお知らせです。まあ、生配信ですね、今そんなに珍しくないと思うんですけれども、僕もですね、去年からちょっとずつちょっとずつこの配信用の機材を増やしていって、ようやく完成しました。 ででいつも見てる方にはね、この辺なんか増えたなと思うかもしれないんですけども、こういうのを使ってですね、こういう手元のアングルで写したりすることができるようになりましたと。で今、この撮影している動画とは全く同じ画質、音質のクオリティで配信できるようになりましたので、これぜひ見に来てくださいと。でこれ、いつやるかというと、毎週日曜日へのクリニックを予定しています。で時間帯はだたいね、お昼ごろ。 から配信しようと思っていますで、たいその週の、えー、日曜日の2、3日前になったら、この YouTube のタイムラインとか Twitter でどういったクリニックの内容を何時からやりますというふうに告知しますので、まあ、そういうのをチェックして、えー、ぜひ見に来てくださいで。内容はですね、基本的に初心者の方向けで1回1回完結型のワークショップにしようと思っています。で、普段独学でパーカッションをやってて、 何か分からないことが出てきたとかあるいは僕が出している動画を見てねあここがちょっとよく分かりませんという方はその日曜日のワークショップ生放送に遊びに来ていただいてそこでコメントで聞いていただければですね疑問質問回答しますので、まあ、そういうふうにして活用していただければいいなと思っております。はいというわけで以上が2021年のこのチャンネルの方針と僕の覚悟でした。 まあ新年なんでね、何か新しくパーカッションを始めたいという方だったり、今まで興味があったんだけど、なかなか始められなかったという方だったり、なかなか練習が続きませんでしたという方にとっては、このチャンネルは結構いいモチベーションになるのではないかと思いますと。僕のモチベーションになりますので,ですねお、お高踏み頑張れよと思った方は、ぜひこのチャンネルの高評価だったりコメントをよろしくお願いします。ははいででそんな感じで 次の動画でまた会いましょうバイバイ